ちゃんのサイズ感とか好きやから。高校1年生の松江美奈美です。よろしくお願いします。高校2年生の鶴田が僕です。よろしくお願いします。中学2年生の鈴木愛理です。よろしくお願いします。踊ることとかが好きなのでダンスかなと。私は卵料理作るのとなんで笑うの？よくいいと思うと、フラフープも得意だし、あ、得意だね。あとお尻相撲も得意。うん、なんで笑うの？すごいね。はい、はい、私はイラスト描くこととか、美術だなっていうか、美術学校の教科で言うと美術と家庭科と音楽が得意です。あ、実技。インタビューするシーンはちょっと真面目な感じでって言われたんですけど、やっぱメンバーがいたのでちょっと多少笑っちゃったとこもあったんですけど、きっとまあちょっとここは真剣なこうお話をしてるんだなみたいな、そういうシーンもきっとあると思うので、まあその辺はまあちょっとねちゃんとチェックしてほしいなと思うんですけども、普段私たちもよくインタビューを受けるんですけど、その時となんか同じような感じでみんなで質問されて答えるっていうのをやってたんですけど、やっぱりマイクを一人一人持つっていうのが、あ、インタビューなんだなっていう風な感じがして、普段はあんまりこうマイクを受け取ってインタビューするっていうことをしないので、すごい新鮮な感じがしました。真剣な感じで撮るって言われたんですけど、ちょっとなんか質問が面白くてちょっと笑っちゃいました。チャームポイントなんですかとか、そういう質問をされてびっくりしました。久しぶりに。バ
ちょっと。ゆきちゃん、じゃこう言って、こう言っちゃったの。こう言っちゃって、あーって。以上、マロでした。キュキュキュ。マロでした。ダブル。何ダブル？あ、チャイス。息ぶり。ダブル。重いよ、重いよ、重いよ。5キロ。ちょっと楽しそうなんだけどね。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.